こんにちは、ベースボールワンアスレチックトレーナー阿部雅也です。今回は、食事、体重を増やしていく上での、流れについて説明していきます。どうしても体重を増やしていく上では方法論、前回までは、方法論を、お伝えしてきましたが、その方法論というのは実際にどういう形で実践していくかというところが大事になっていきます。体重を増やしていく上では、筋力量を増やすというところもそうなんですが、まずは、太るというところも大事です。単純に、脂肪量を増やしていく、こうすることで、体の、エネルギー量というのは、プラスにある状態にあります。普段の体重が変わらない状態であれば、プラマイゼロの状態にあるんですが、食事量が減ってしまえば、マイナスの方に傾いていきますが、体重が増えるということは、ゼロよりも確実に上のプラスにある状態にあるので、体としては、エネルギー量が足りている、しっかり足りている状況にあるので、まずその状態を作るというところが、体重増加にはとても大事になってきます。そこから、しっかりと筋力量を増やすというところで、食事をまた変化させていく、より筋力がつきやすい、筋肉を増やしていきやすい食事にしていくことがとても大事になっていきます。なので食事の流れとしては、まずは、単純に太る、脂肪量を増やしたりとか、することも、とても大事なことになっていきます。そこから、しっかりと今度は筋肉量を増やしていく、この流れというのを、しっかり作っていくことで、より体重増加、またより質の高い体重増加ということに、ポイントにはなっていきますので、しっかりとこのポイントも注意していただけるといいかなと思います。でまた、体重増えてきたところ、脂肪がだんだん増えてきた時点で、今度はしっかりと、筋力量を増やす食事というところになるんですが、この食事において筋肉というのは基本的にタンパク質でできています。よくこうプロテインを取ったりとか、タンパク質を取れよっていうことはよく聞くと思うんですが、なかなか、タンパク質だけを取るっていうことはでき普通の食事ではできません。なので、極端にするということも、とても大事になっていきます。どうしてもバランスバランスといって、こう健康的には、バランスを取った方がいいとか、食事を取る上ではしっかりバランスを意識で取るようにしましょうというところも、これも、一つ大事なところであるんですが、その時期においては、この時期は絶対的に筋力量を増やす、そういう意識のもとで、しっかり食事を管理する、これはとても大事になってきます。その中では、周りにいる、親御さんであったりとか、指導者さんっていうものが、とても、大事なキーポイントにはなってきます。しっかりとどのような形で選手に食事をさせるのか、どのようなものを食べさせるのか、しっかりとそこの管理っていうものが、選手にとっては大事になっていきますので、周りの方が、サポートする、このこともしっかり意識して取り組んでいただければいいかなと思います。ぜひ参考にしてみてください。よろしくお願いします。